こんにちは。いつも視聴いただきましてありがとうございます。そば打ち体験初めてのお二人に、参加していただきました。はじめまして、福川登紀子と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。赤小屋瑠璃子と申します。今日はお招きいただきましてありがとうございます。二人とも、蕎麦打ち体験始めてということで、蕎麦粉も打ち粉も全部桐生庵で、使っている材料と同じものを使ってもらいます。じゃあスタートします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあとりあえずコーヒーにふるいましょう。満足な、そうですね、うまいです。はい、いいですね。はい、あ、いいです、いいです。はい、はい、これ鍋だから小麦粉とそば粉をうまくバランスよく混ざるよ。これでやってみます。はい、こういう風に動いてもらえますか。そうですね、あ、行ったり来たりじゃなく、こういう風に、こういう風に、そうです、ね、こうですか。はい、そうです、そうです、うまいです、うまいです。まんべんなく、いけるようにいきましょう。お願いします。あ、早い早い。そしたらそこにのの字を書くように半分ぐらい入れてください。半分ぐらい、半分ぐらいです。はい、まあ、そう、それでいきましょう。手のひらを使わない、あ、ね、指先だけで回してください。全然違います。あ、本当だ。私こんなについてる。あ、こういう風に。指先だけですね。そうです。私も。ついちゃって。いっぱいついてますよ、ね。はい。苦労した分は美味しいのできますから。間違いなく。すごくいい香りしてます。ね、本当香りが全然違う。すごい香り。出来上がるんでしょうか。出来上がるんでしょうか。不安になってきました。ダマができてきてます。だんだんこうやってダマができてきてます。うん、あ、これ一つになるんですか、もしかして。そうです、最後に。あ、今度はこのヒラを使う。あ、ヒラですか。ヒラを使うんです。はい、このだけ一回こうやって塗って。いやー、だから骨が全然違いますよ。いや、骨の意味がわからない。ええ、やればやるほどいいんですか。あまりやる問題はね、お蕎麦に関しては時間が勝負なんですよ。あ、早く食べたい。要するにね、味が変わる、劣化する、もうこれの戦いなんですね。だから時間かければいいっていう問題もないんです。なるほど。これが打ち粉です。蕎麦の芯を使いますね。打ち粉って美味しくないとこです。あ、 でも蕎麦粉と同じぐらい値段高いんです。打ち粉、この芯を残して、で少し揺らして、あのね、よくこうやる人いるんですけど、体はまっすぐ、いつもまっすぐで、で、そばを動かす。で、最後に、はい、そこで止めて、15度ずらす。こうやってると、ここだけは伸びる。逆に、こうやって、ここへ伸ばすというと、こっちへ伸びてる。こうやり方と、こういうやり方で2つ。それによって、ここを伸ばしたい場合、ここを伸ばしたい場合、それによってやり方が、はあ、そう、そうです、そのままスッと行っちゃう。そうです。はい、はい、いいです。
すごい、こんな感じになりますね。ゆっくりでいいです、ゆっくりで。で、こう振って、粉をまんべんなく生かして。細い。わ、綺麗。こっちに寄せる。そうです、そうです。でも、そうです、そうです、本当に。うまい。うまくなってきた。そう、なんか寄せて。いやー、上手ですよ。上手上手。すごい。いや、本当。すごい上手のいちゃん。本当びっくりしちゃいますよ。褒めないで。すごいのいちゃん。揃ってる。初めてでこれもすごいですよ。まあ、これ僕は新さんの。お疲れ様でした。お疲れ様でした。自分のお蕎麦をね、食べに行ってみましょう。うち独特の塩つゆで、これで召し上がってもらいます。いただきます。はい、どうぞ。びっくりするでしょ。私、お蕎麦はもう醤油じゃなくて、これでしか、これが一番美味しいと思いますよ。そうですね。まあまあ人それぞれでね、好み違いますけど、やっぱり女性受けは多いですよね。はい、お蕎麦好きな人は蕎麦の香り味がよくわかるっておっしゃってますね。衝撃的でした。お腹いただいて。私が打とうが皆さん打とうがそんなに差ないんですよ。いやいやいや、蕎麦粉が美味しくないとやっぱりダメなんですよ。これは。すごい良かったね。まあ、だから秋口10月過ぎに新そばでやると新そばを打つとよく分かりますよ。もう全然違いますから今のと。じゃあ今日は本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。